よく来たな、悟空。まずはランチさんの話を聞いてくれんか。よう、ランチ。久しぶりだな。どうしたんだ。どうしたんだじゃねえよ。天津飯だよ。生き返ったそうじゃねえか。あ、それがどうかしたか。生き返ったんなら会いに行くのが当然じゃねえか。だったら行けばいいじゃねえか。せっかく家を見つけたと思ったら留守でよ。いつ行ってもいねえんだ。どうも修行で世界中を放浪してて全然帰ってこねえみてえなんだ。そんで今どこにいるかわからねえんだよ。そんなこと言われてもオラも知らねえぞ。飛べんだからビューンと探せるだろ。頼むから探してきてくれよ。お前さんなら木を探れるんじゃからすぐわかるじゃろ。あ、言われてみればそっか。へへ、ほら肝心なこと忘れちまってたよ。天津飯、天津飯と。よし、見つけたぞ。結構おランチに近いとこにいるみてえだな。何？もう見つけたって？お、これでも大丈夫だな。バカ、準備ってもんがあるだろう。こんなに早く見つかると思ってなかったからまだ何にも準備してねえよ。とにかく準備ができるまで天津飯を引き止めてくれ。しょうがねえな。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。あ、一丁やった。お前が訪ねてくるとは珍しいな。おめえに会いたがっているやつがいてよ。それで探してたんだ。そうか。だがもうここでの修行は終わってな。そろそろ次の場所へ行こうかと思ってたところだ。え？そりゃ困るぞ。もう少しここで待っててくれねえか。そうだな。ならば交換条件と行こう。ちょうど修行を終えたところだ。その成果を試したい。手合わせに付き合ってくれ。そんなんでいい。むしろありがてえくれだぞ。お前とやるのも久しぶりで行くぞ。やっ
おめえも腕上げ。まだまだだが、約束通りしばらくここに残ろう。今の手合わせであなたもしばらくここで修行するが、天さんがいいな。悪いな。それで俺に会い、そういや言ってな、ランチだよ。そ、本来ならば修行に集中したいところだが、約束は守る。ここで待つと伝えてくれ。オッケー。どうだったんだ、天津飯はいたかな。お、それがよ。ってわけで今行ったとこで天津飯は待ってぞ。そうか。これであいつにようやく会えるってわけか。ありがとうよ、これは礼だ。気合い入れて差し入れを用意したんだけど、さすがに多すぎてよ。食いもんならいくらでももらうぞ。よし、天津飯待ってろよ。
と少しだ。この壁を乗り越えれば俺もスーパーサイヤ人になれるはずだ。ベジータ君、相変わらず頑張ってるようだね。何か用か？うん、君が使っとるトレーニングルームをちょっといじってみたんだが、試してみるかね。ほう、どういうことだ、聞かせろ。そう言うと思ったよ、来たまえ。トレーニングルームの機能拡張をサポートしてもらった新しく入った研究員の子だよ。よろしくお願いいたします。ああ、それでは新しい機能について説明いたしますね。面白い、早速試してやるか。拡張の余地はありそうなんだが、パワー不足でね。もしこれに使えそうな強力なエネルギーを手に入れられたら。わかった。トレーニングははかどってるかい？余計なお世話だ。ま、無理せんようにな。ベジータ君ならきっとうまくやれるよ。当たり前だ。これならブルマももうあまり心配しないでも。おっと、こっちの話だよ。ふん。見ていろカカロット、貴様を超えるのはもうすぐだ。
かり遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。みんな修行して腕上げてっかな。修行して腕上げてっかな。人造人間がどんなやつかわかんねえが、オラトさん悪いな。おさん、そっか、よかったな。遅かった。わりわり。でも、天使あ、すまねえな。修行の手応えはどうだ、悟空。人造人間を相手に俺たちの力がどこまで通じるか。あ、トランクスの警告から3年の月日が流れ、ついに5月12日がやってきた。ご飯ちゃんも悟空さんもピッコロさんも気ぃつけてな。本当に弁当持ってかねえか。うん、いいよ。すまね、父。いや、気のせいか。
孫悟空、どうだ、正直言って今度の敵勝てると思うか。見てもいねえのに分かりっこねえさ。やってみてから答える。おい、ご飯、張り切って飛ばさねえでも間に合うかな。戦う前に力はなくなんねえようにしろよ。はい。南の都の南西9キロ地点、未来から来たトランクスが告げていた約束の日。約束の場所に集まった戦士たちを最初に迎えたのは、人造人間を一目見に来たブルマと、ブルマが抱きかかえていた一人の見知らぬ赤ん坊だった。赤ん坊の名はトランクス。ベジータとブルマの間に生まれた子供である。そのことを知っていた悟空以外のみんなは赤ん坊に驚いていたが、人造人間が現れるであろう時間が迫り、空気が張り詰めていく。そして悟空たちが警戒する中、突然町の方から火の手が上がったのである。街中で爆発だ。人造人間の仕業なのか。ダメだ、ここからじゃわからない。どういうことだ。そうか、人造人間だからだ。なんだと。どこだ。木を感じないのであれば直接目で探す。よし、みんな散って探そう。発見したらすぐみんなに知らせんだ。ご飯はさっきの爆発に。はい。予言された襲撃、人造人間現る。行くぞ。くそー、人造人間はどこだ。トランクスに奴らの写真でも見せてもらえばよかったな。木を感じられねえっちゅうは。クリリン、ダメだ悟空。そうか、見つけたらすぐにみんなに知らせてくれ。オラが目的なら、とっとと。どうだピッコロ、見つからんな。気つけてくれよピッコロ。よっ。他のみんな見つけられたのか。こいつだ。天津飯。そうか。オラもだ。もっと大きな毛が乱れ減っていく。ヤムチャ、クリリ、ヤムチャまだ生きてる。先祖さっきんとこに置いてきちまったから連れて行って食べさせてくれ。わかった。貴様らが人造人間か。不思議だ、なぜ我々が人造人間だと分かったのだ。それにここに現れることも分かっていたようだな。なぜだ。さあな、力ずくで聞き出してみたらどうだ。そうしよう。待て、ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめえらもいいな。誰もいない場所へか。いいだろう、好きな死に場所を選べ孫悟空。なんで孫の名を。お前たちもわかるぞ、ピッコロ、そして天津飯だろう。わけは後で聞こう。行くぞ。